相変わらず君の恋は綱渡りだね。少なくとも現政権よりは長続きするわ。それにしても君は恋敵が多い人ばかり選ぶね。勝負が決まっているゲームなんて参加する意味がないじゃない。勝利インタビューはなかったの？恋は勝者が称賛されることのないゲームだわ。